こんにちは、ロハス TV の時間がやってままいりました、えー、もう春ですよね、本当にあの菜の花畑、えー、非常にですね、えー、気持ちがいいっていう感じなんですけれども、えー、ここにね、えー、来てあのびっくりしたのが、あの実はね、えー、この見えないと思うんですけれども、この菜の花畑にあの日本ミツバチがめちゃめちゃ今いるんですよ。 もうあの音がね聞こえないかもしれないんですけれども羽音というんですかねブ、えーブーっていうやつねあれがすっごく聞こえてくるんですねそしてあの菜の花のこの何とも言えないこう甘い花の匂いね、えー、これが非常に充満してます、えー、幸せを感じますねこういうのを嗅ぐとね、えー、それでもうあのミツバチ見えるかな見えるかごめんなさい見えるかあいない 見える見える見えた見えましたちょっと捉えられたかどうかわかんないんですけれども、こういう風に飛んでます。でね、あのー、この蜜蜂がね、いなくなれば、えー、本当に地球が滅ぶというようなことも言われております。まあそんなことでね、あまり蜜蜂を見る、見かける機会があまりなくなったんですけれども、今日は本当にこれ、たくさんのね、えツ、ー、蜜蜂を見て、 ああ、なんか良かったなっていう風に、えー、安心しました。えー、ミツバチがね、えー、安心して、えー、過ごせるような、えー、地球をね、えー、皆さんで、また取り戻していきましょう。ということで、今日は、えー、ミツバチを見た、ということでした。さよなら。